鹿島アントラーズ対横浜 F マリノス、こちらをご覧いただきます。鹿島はこの試合 4-4-2 というシステムで臨んでいます。どうご覧になりますか？そうですね、この場合のシステムですとサイドバックがどれだけ仕事ができるか、まあ、そこが大きな鍵を握ってくると思いますね、はい、サイドから仕掛けてくるタイプのフラット型、トップ下を置いてトライアングルを作る形のダイヤモンド型がありますよね、まあ、どちらもサイドバックのオーバーラップが攻撃の大きな武器になりますよ。鹿島のキックオフでスタートです。鹿島アントラーズ対横浜 F マリノス、エキシビションマッチです。この序盤はやはり大事になってきますよね、はい、様子を見るのか積極的に仕掛けるのか、お互いどんなプランを考えているのか注目したいですよね。なるほど、まずはこのゲームの立ち上がりです。西村、小池、木田、渡辺、木田、小池、畑中、縦に送ります。西村、これはチャンス、シュート。いやー、よくこれ守りましたよね。まあいる位置が良かったんでしょうけども、気迫を感じましたね。もう一度組み立てます。ピトゥカ、鹿島はこの前半まだシュートが打てていません。さあ縦に仕掛けたボール、しかしこれは通りません。渡辺、木田、水沼、アンデルソン・ロペス、広瀬、このボールをカットします。知念と、ボールはさあ勝負だ。キーパーから前線へ、ここはつながりません。ボールが収まる。